はいみなさんこんにちはスーパーネコパンチです、えー、ちなみにこの、ね、ライトね、えー、ゲーム会社からいただきましたちょっと気に入ってます本日やっていく終演機はこちら、はいえー、タートルビーチのリコンコントローラーですねこれ新発売されて結構話題になってます XBOX マークが付いているということは、はい、その通り公認ですね公認の XBOX コントローラーになりますこれで公認警察に捕まることもありませんで裏名なんですけども えボロボロですね、えー。これはもうデフォなのかなまあ気にしたら負けなんで、えー、とりあえず開封、えー。ちなみに価格とか、あと購入方法は動画の後半でお伝えします。とりあえずコスパめちゃくちゃいいとだけお伝えしておきます。t y p e C ケーブルですね。素晴らしい。で、頑丈なケーブルに本体。本体結構かっこいいよね。で、スティックはですね、あの、プラスチックなんですけども、えー、このサイドですね。サイドに、えー、こういう風にギザギザがついているので、グリップ感は上がっています。全く問題なかったですね。 で、クリック感、R3L3 のクリック感強め。で、こう比べるとね、シリーズ X と結構形状似てますね。ボタンのチャタリングはね、こっちのリコンの方が純正より少なかったです。で、グリップ部分はラバー素材になってて、結構グリップよくなってますね。これ質感いいんだよね。で、えー、こちらがヘッドセットの差し込み口ですね。 右も同じようにやってます。で、リコンという、ね、文字が印字されてます。で、このバンパーとトリガーボタンなんですけども、これもギザギザがついてますね。で、バンパーは純正よりちょっとストローク多いかな。で、トリガーに関しては、えー、音はしますね。純正の方は音がしないので、これに関しては純正の方が優秀かな。はい。で、背面ボタンですね。こちらもね、ギザギザ加工がされてますね。 押し心地は強すぎず弱すぎずちょうどいいですはいこういう風にねギザギザ加工でグリップが上がってますどこを押しても反応しますね、まあ、表面にあるねいろんな機能とかあるんですけどもそれよりまずは基本的な使い心地を試してみましたはいこちらエーペックスの射撃訓練場なんですけども、あのー、使った感想はねファーストインプレッションで分かりましたねもうこれは すぐに慣れるタイプで、えー、なおかつ、あのー、使いやすいコントローラーですね。で、この L2R2 打ちの方が、まあ、ごめん、えー、それは PS5 だな、えー、トリガーで打った方がやっぱり使いやすいコントローラーのタイプになります。まあ、L1R1 もしくはバンパーで射撃するのもありなんだけど、 んまあ、Xbox シリーズ X もしくは Xbox のコントローラーの形状はね、えー、はやっぱり基本的に L2、R2 もしくはトリガー打ちのそういう設計になってるので、そっちの方がお勧めしますね。でもね、使ってみて思ったのが別にそのトリガーストップとか必要ないぐらい使いやすいですね。エイムも合わせやすいし、多分ね、このギザギザのねバンパーとトリガーがすごい効いてるんだと思う。で、スティックもね、滑ることもなくてかなり優秀でしたね。 でまあ、これはね、射撃訓練場で動いてない敵を、えー、相手にした、えー、感想なので、実際ね、当初、数時間って言ってたんだけどね、あの数時間どころか数日間使いました、したあのー、これ、前もって一緒にプレイしてるフレンドさんにも新しいコントローラー使ってるんで、あんまりね、今回ちょっと迷惑かけるかもしれないよって伝えてたんだけど、そのフレンドさんもびっくりするぐらい、まえー、プレイが安定しましたね。 あ僕もともとすごい上手いプレイヤーではないんですけど自分でもね球はまあきちんと当たるし、うん、不自然にね普通最初ねあの慣れないコントローラー使うとねあの不思議な動きとかするんですけどもそういうのもなかったし結構ね良かったですねっていうかかなり良かったですねはいこういうふうに腰打ちも当たるしね、まあ、ここはちょっと惜しかったのかなマジかはい残念えー、あとねこういう 追いエイムですね。追いエイムがすごいしやすい。こう動いてる時に、ね、合わせるのすごい簡単だったで。持ち方なんですけども、今見てる通り、えー、後半はね、モンハン持ちしながら、L2、R2 のモンハン持ちしながら、こう裏の、ね、背面のジャンプボタンとスライディングボタンを使ってる感じですね。全然ね、いいよ、これ。誤爆もしづらいし、まあ、もちろん、あのー、中指の長さとかもあるんだけど、誤爆もしづらいし、 すぐ慣れたしこれ、自然にやってたからね、意識してこういう風に持ってるってわけでもないので、これはマジでね、やべえっすね。うん。ほんとにやべえ。これ、メインで使ってもいいぐらい性能良かったっすね。ケーやった。で、遅延に関してもね、全然感じなかったです。まあ、今回、計測はしてないんですけども、多分全然遅延はないと思いますね。ここもね、ここはフレンドさんびっくりしてたね。永遠ぴったんこでしょ。次の、右の敵、見ててほしいんですけども。 はい瞬時にエイムがあって、そして最後までキルしてるっていうね、えー、これもね、すごい回ってましたね。だから、微調整もしやすいし、その変なデッドゾーンもないし、マジでなんだろう、うベタ揉めしてるけど、別に俺、一戦もタートルビーチさんからもらってませんからね。<laughs> あの普通に本当に使いやすくてびっくりしました。でこれ、後でね、お値段の件はお伝えするんですけどもね、あのー、コスパめちゃくちゃいいんですよ。 だから今まで使ってたなんだっけあの、今までコスパ最強って言ってた、たえー、パワー A だっけあれとね、後で一応比べるんだけど、あの、あれよりも優れてます。で、ここまで話してきたのは、本当に背面ボタンとかスティックとかボタンとかのこういうね、形とかのそういう基本的な性能の話で、もうこれだけベタ褒めしてるんですけども、えー、これ以外の追加機能がね、いっぱいあって、それもね、実は使えるんですよね。ちょっとその話をしていきます。 はい。それでは機能説明していきます。えー、まずね、大事なのが、モードボタンとセレクトボタンってやつだね。モードボタンっていうのは、この4つのモードを切り替えていって、で、セレクトボタンっていうのは、その中で選択肢を切り替える。だから、えー、サイドトーン、EQ、えコントローラーの裏ボタン、あと、プロエイムってやつだったっけの4つの機能があります。で、まずはね、あの、裏ボタンの設定方法をお伝えしたいんですけども、え裏ボタンのプロファイル切り替えモードに切り替えてください。 1,2,3,4、えー、つのプロファイルが登録できます。で、1番、すでに設定してるんですけど、ジャンプ、しゃがみ、設定されてますね。で、これをどうやってやるか。えー、まず2番の方にして、プロファイル2番、まだ何も設定されてないですね。何も反応しないですけど、ええー、この状態で、セレクトボタンを長押し。はい、すると、点滅し始めました。左の裏ボタンを、じゃあジャンプにします。これ、1回押すとね、裏のボタンを押すと、えー、なんか点滅し始めて、 左の裏ボタンを A ボタンにしたいんで A を押します。すると早く点滅して設定完了。これだけ。で、今度は右側設定しようか。右側を一回押すと、またこのね、ここが点滅し始めますね。今度は B ボタンを押します。はい。それで、はい、設定完了しましたよと。これだけ。で、セレクトボタン長押しで設定モードが出て終了。はい。これでプロファイル2が設定できました。これを押したらジャンプするはずですね。はい、ジャンプします。しゃがみますって感じですね。すごい簡単です。 で、えー、すぐにね、こうやって、プロファイル切り替えることできるんで、めっちゃ便利ですね。はい。次にですね、その他の機能を説明するんですけども、今ヘッドセットが、えー、刺さってないんで、モードは今2つしか選べませんね。これかこれしか選べないんだけど、はい、ヘッドセットを刺したことによって、4つのモードが選べるようになりました。で、あの、PC 側でも、PC の音量はきちんとね、Xbox コントローラー、ヘッドホンというのに選んでください。で、100にした方がいいですね。で、まずこのサイドトーンからですね、基本的にサイドトーンなし、 えー、小、中、大、マックス音量って感じですね。まあでもサイドトーン使い慣れてる人はマックスでいいと思います。ここに挿してるヘッドセットにサイドトーンが簡単につく感じですね。すごい使いやすいです。で、次が EQ モードなんですけども、これは4つモードがあります。 1>, 1番、2番、3番、4番ってあるんだけど、これね、説明があるんだけど、この1番がシグネチャーサウンド、いわゆるフラットってやつかな。次がベースブーストですね、低音強化。で、ベースとトレブルブースト、いわゆるドンシャリってやつ。で、最後にボーカルブーストですね。でも僕が試したね、あの感想をお伝えすると、使うとしたら EQ はね、1番かな。 あの、2番はまずベースうるさすぎるし、3番はね、まあ、ドンシャリでちょっとドンがあるから、うん、で、4番は中低音がちょっと強い感じで、基本的に1番のまあ、ナチュラルな感じが僕は好きですね。ナチュラルといっても中高音は結構くっきり聞こえるんで、全然使います。で、もう一つのね、モードがあって、それがスーパーヒューマンヒアリングっていうモードなんですけど、それはね、いわゆる足音ガチモードみたいな感じなんですけど、これ専用ボタンがあって、これですね。 でこれはね、オンにすると EQ 全部オーバーライドされて EQ 無効化されます。で、これはどういった音かというと、中高音フォーカスですね。で、低音もカットされます。だから足音が聞こえるモードって感じの認識でいいですね。僕はね、基本的に1番かスーパーヒューマンヒアリングって感じかな。どっちかを使うって感じですね。スーパーヒューマンヒアリングね、あの、これオンにした途端に音量が1個か2個ぐらい上がるんだよね。だから、もしシグネチャーサウンドからスーパーヒューマンヒアリングにしてうるさいって感じる人は1個音量を落としてください。 はい。で、E キーの次がこのプロファイル選択ボタン。これも別に説明しなくていいんです。最後のこれですね。プロエイムフォーカスモード。これはね、僕試したんですけども、一応オフ、ロー、ミディアム、ハイ、マックスってあるんだけど、エイムが細かくできるモードみたいな立ち位置なんですけども、試した結果、 全然違いが分かりませんでした。あの、多分すごい細かい違いなんだけど、僕には分からなかったんで。まあでもね、スナイパーメインの人とか、もっとエイム細かくしたいっていう人は使ってみるのもありかもしれません。僕は基本的にこういうのはオフにしたい派ですね。感度設定とか、カーブとかはやっぱりゲーム内でしたい派なんで、これはオフでやってます。地味に便利なのがこのミュートボタンですね。ヘッドセットジャックに挿したマイクがミュートできます。これすごい便利で、赤い LED で一発で分かるんで、めっちゃ便利ですね。 で、もう一個ね、すごい便利なのがこのボリュームですね。ボリュームコントロール別に PC に連動してるわけじゃないんですけども、入ってくるボリュームを、えー、絞る感じですね。だから PC 側の設定を100%にしといた方がいいです。うん、マジでこれいい。で、チャットボリュームっていうのはこれは Xbox に繋いだ時でしか使えません。PC に繋いだ時は、えー、機能しないですね。まあでもこれだけ、これだけ機能詰まってるのマジでやばいですね。それでは最後に値段と、あとね、えー、僕の感想をまとめていきたいと思います。 それでは最後にまとめていくんだけど、えー、その前にお値段の話をしていきましょう。こちらの商品ですね、基本的に、えー、今はね、北米アマゾンでゲットできます。日本国内の発売予定はわかりませんが、もし来たらね、もっと買いやすくなると思いますが、えー、基本的に今ね、59ドル95セント。<laughs> やばいでしょ。59ドル95セントと、まあ、17ドル96セントでシッピングなんで、だいたい8000円ぐらいで買えますね。 8000円以下で買えるんだよ、これが。やばくないですか。で、えー、案の定ですね。Xbox One コントローラーのナンバーワンニューリリースとしてタグされてますね。かなり人気みたいです。で、色に関してなんですけども、今回紹介した黒ですね。かっこいいですね。黒。そして、こちらの白も、えー、用意されてますんで。結構これもかっこいいな。うん。ぜひチェックしてみてください。 で、北米アマゾンからの購入方法分かりません。教えてくださいっていう方は動画出してますんでチェックしてみてください。で、もしね、見つからなかったら、あの、Google でね、北米アマゾン購入方法って言ったのいっぱい出てきますんで、ぜひね、チェックしてみてください。で、発売されてちょうど2ヶ月ぐらいなんで、これはホットアイテムということで、えー、かなり人気が出てるみたいです。で、以前紹介したパワー A アね、あの結構在庫がね、もうほぼなくなってて、黒の青トリムのやつは、 43ドル59セントだけど、まあ、シッピングが31ドルだったりして、意外とそこまで、えー、変わらなかったりしますね。この、緑がまだあるのかな緑はまだ安いか。37ドル99セントと15ドルだから。まあまあ安いっちゃ安いですね。はい、それではね、えー、最後にね、いろいろまとめていきます。えー、こちらのリコンコントローラー使ってみた感想はもうかなりいいです。日本に輸入したら8000円以下で、これだけの機能がつ詰まっててね、あの、こんだけ使えるコントローラーはなかなかないですね。 パワーエンをね、すごく安いし、コスパ的にはかなりいいんですけども、なんか知らないけど、スティックも、こっちの方がいいんだよ。最初ね、これ同じスティックなのかなと思ったんだけど、これ伝わるかな表面がちょっとだけね、このリングの部分が違って、多少リコンの方がグリップいいんですよ。で、質感的にも、あの、これくらいの価格差で、これだけ質感上がるなら絶対こっちのね、リコンの方がいいし、で、それ以外の機能が本当にやばいんで、 めっちゃ使いやすいんで、ほんとおすすめですね。で、背面ボタンに関しては、もちろんね、あのー、慣れる慣れないっていうのがあって、えー、パワー A の方はね、ちょっとちっちゃいんだよね。見てもらうと分かるんだけど、ちょっとちっちゃいんで、あの、誤爆はしづらいように見えるんですけども、パワー A の方は使いやすいよ。使いやすいけど、握った時に僕の場合、あのー、中指が来ちゃうんで、ちょうどここに。だから、押しやすいけど、レストポジションがこっちになるんですよ。で、押す時これくらい動かなきゃいけない。 すっごい細かいけど、ごめんね。こんな感じ。で、リコンの場合は、あの、レストポジションは、深く逃げれば、こっちに置くこともできる。うん。まあ、その分こっちでかいから、誤爆する可能性はあるけど、で、あとはこっちですね。こっちがすごい起きやすい。で、こ、このレストポジションからすぐ押せるんですよ。なんだろうね。でも使ったらわかると思う。パワー A より、あの、エルゴノミックっていうの、あの、人間工学、人体工学的にはいいですね。いや、これは本当に使いやすかった。で、 え僕が結構使うこういうね、モンハン持ちしながら裏のパドルを押すっていうのすごいやりやすくて、こう全然これで誤爆しないし、押しやすいしっていう、の本当に使いやすかったですね。ほぼほぼ動画の後半全部こうやって使ってたんだけど、このモンハン持ちで X と Y だけ担当して、中指はね。で、背面ボタンで B と A を担当するんで、要はもうここから動かなくていいんですよ。だからすごい安定する。あとね、あ、忘れてた この、今回紹介しているコントローラーですね。ここら辺は、基本的に多分日本だと PC で使う人向けですね。PS5、PS4 では使いません。でもね、そのうちタートルビーしか出るかもしれませんね。絶対聞かれると思ったのが、このエリート2ですね。 あの、公式から出してる Xbox のエリコン2。これね、あのー、もう出てすごい時間経ってたから、えー、今までレビューしてなかったんですけども、こいつもすごい優秀ではあるんですよ。で多分持ってる人もいっぱいいるんですよね。1万6千円ぐらいで今ね、在庫も結構戻ってきて買いやすくなってるんですけども。あの、これはまあ、背面ボタン4つまでつけて、取り外しもできるタイプなんだけど。あのね、こいつとこいつ比べても、俺こっちの方が使いやすいんだよね。エリコン2すごい機能いっぱいあるんだよ。こう、テンション変えれたり、 三つね、レベルあって、スティックも簡単にマグネットで外せて、いっぱいね、種類も、この中に入ってるんですけど、まあもう、エリコン2のね、デビューなんてもう腐るほど出てるんで、まあ見てもらったらわかると思うんですけど、で、トリガーストップもあるんだけどね、こうやって。トリガーストップとかもあるんだけど、あるんだけど、やっぱりこっちの方が使いやすい。で、まあその理由としては、まずトリガーストップがね、僕、エリコン2はね、これが嫌だった。聞いてほしい。クイッ、キュッ、キュッってなるのね、この食感がすごく嫌で、 特に R スティックなんですよあのー、R2 ボタンになるね。これがすごい嫌。左もちょっとあるけど。うん。これがすごい嫌だったの、ね。結局、トリガーストップは戻して使ってるんですよね。だから、ここの機構がまあ無駄になってるでしょ。で、パドルに関しては、この配置はね、結構使いづらくて、結局この上の2つしか使わないんだよね。で上の2つのこのパドルの位はすごい,いんだよ。こういうふうに。クリアしながら、こうね、押さないでこう、レストポジションをキープしつつ、エイムできるんで、 ま、すごいいいんだけど、基本的に重いし、形がちょっと握りづらい。なんか滑るし、このグリップがすごい滑るしっていうね。ま、いろいろちょっと、ちょっとした欠点があって、あのー、で、160度、まあ、16000円でしょこっち8000円じゃん。1 2分の1の値段じゃん。で、これ軽いっていうところで。やっぱりね、こっちなんだよ。うん。で、僕最近ずっと Xbox 系のね、コントローラー握って使ってみて、感じたことが、 PS5 とか PS4 のスティックより Xbox 系のスティックの方が使いやすいですね。好みもあると思うんだけど、ずっと PS4、PS5 のコントはーー使ってきたんですよ。でもそれでも感じるのが、このスティックの表面の大きさが PS5、PS4 は大きいんですよ。だから、たまにね、ずれたりするんだよね。たまにこう、わかるこれ。このズレが起きたりする。たまにね。こう、表面で押す人はそこまでないかもしれないけど、こう押すときにこずれるんですよ、ね。これ、プロゲーマーの人、確かに言ってた人、どっかでいたと思うんだけど。でも、Xbox 系はね、 ちっちゃくて、ずれないんですよ、本当に。このリングもちっちゃいんで、ずれないんですよね。これいいなって思って、この Xbox 系でやっていく可能性ありますね。で、次、ちょっと重さを測っていこうか。はい、まずはね、PS5 行きましょう。はい、ドン。280g。はい。次、Xbox のエリコン2ですね。333g。重っ。で、次、シリーズ X の純正もちょっと測ろうか。288g。そして、パワー A。210g。軽いね。 そして次に、今回レビューしたリコンですね。タートルビージュリコン。228g。結構軽いです。だから純正よりこいつは軽いですね。純正より軽いし、パワー A よりちょっとね、重くなってるって感じです。なか,かなり軽い部類に入ると思います。ということで、えー、最後にね、 ちょっと細かい持ち方の話をするんだけど、今回のこのリコン、タトルビッチのリコンかなり良かったです。基本的に L2、R2 持ちをお勧すすめします。L1、R1 持ちもできなくはないんですよ。できなくはないんだけど、えー、右側い、e、いとして左がね、やっぱりね、こういう、えー、ヒアイスティックが上に行ってるタイプっていうのはすごいこうやってね、持ちづらいんですよね。これが何も力を入れない状態。でもここに持ってくるようにちょっとね、こここをストレッチしなきゃいけない。ちょっとしんどいんだよね。 うんだから、基本的に僕は L2、R2 打をおすすめするし、そういう設計だと思ってます。まあ、中指の長さによるけど、まあ、5バックはしづらい方だと思う。レストポジションは基本的にここですね。もし思いっきり握り込める人、そして中指が俺より長い人だったらここに置いても全然問題ないレベル。うん、これで当たらないし、誤バックしないけど、きちんとエイムできる。で、トリガーストップはありません。 で、多分いると思うんだけど、L1、L1、こうやって持つ人には、えー、全然まあこれでも問題ないですね。まあその場合も結構その場合も結構使いやすい、ね。誤爆しないですね。ここにレストポジション来るんで、全然いけるね。まあ左、わかんないな。これ、これに関して俺普段そうやって持ってないかわかんないけど、左の方は誤爆しやすいかな。どうなんだろう。いやでも、いけそうではあるな。まあでも基本的に、 こういう風うな持ち方すごい使いやすいし、こういう風うなモンハン持ちでもすごい使いやすい。うん。で、俺は多分こうやって使っていくと思います。かなりいいですね、これ、本当に。まあ、横を言えばトリガーストップ欲しいって思う人もいると思うんですけど、なんかわからんけど、Xbox 系のコントローラーって、これ深くトリガー入れられた方が、エイムが安定するんですよね。こことここの、握り具合。なんていうのこれ握ることで安定して、その後はもうここが安定してエイムできるっていう感じだと思うんだよね。 だったら、こっちの裏の方の仕事がそこまで多くないっていうか、もうすごい、すっごいオタクな話してる俺、もういいや。<laughs> なんで、まあ、人によっては、だからトリガーストップが全部正義ですよっていうわけではないっていうのを理解してください。とにかくね、ギザギザもいいしね、マジでね、これは、あの、コントローラー、まあ、コレクターというか、まあ、集めてる人買ってみていいと思う。本当に。うん、それくらいおすすめです。僕個人的にはパワーより使いやすかったし、エリコンより使いやすかったですね。 今ね、そういうカスタムコントローラーね、好きな人って多分最近のニュース見たと思うんですけども、スカーフがね、新しいの出しましたね。はい、それがこちらの、えー、スカーフインスティンクトなんですけど、これね、一昨日だっけ昨日だっけ発売されたやつなんだけど、これもね、やっぱ気になるよね。 今ちょっとプロの方がもうストックなくなっちゃって人気すぎて売り切れちゃったんだけど、インスティンクの方はまだあるみたいですね。えー、トリガーストップがないやつかな。こちらのインスティンクトなんですけども、えー、僕プロもインスティンクトの方も購入しましたんで、今後レビューする予定があります。えー、もしよかったらね、こういうコントローラー系の動画もっと増やしてほしい、もっとやってくださいっていう方いたら、高評価よろしくお願いしますで。チャンネル登録の方もよかったらね、お願いします。やっぱりね、高評価とか、えー、視聴者数が伸びることによって僕もテンション上がってどんどん動画出せますんで、えー、よかったらお願いします。 はい。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。まずね、このリコンチェックしてみてください。じゃあね